1977年のことぶきかり乗降場と周囲約500メートル範囲。上が浜トン別方面。中トン別側に踏切があり、ホームはそのすぐ北側の線路左にある。周囲に待合室は見当たらない。この地はここに見える2軒以外は周囲に家がなく、踏切右手の2キロメートルほど奥の山間と左手の富別側を渡って、 中トン別方向 1.5km ほど先にそれぞれ、家屋が認められるだけで、実質この2件のために存在したような駅である。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成時駅は、北海道江差市郡中トン別町あざことぶきに、かつて存在した、北海道旅客鉄道天北線の駅である。天根北線の廃線に伴い、 1989年5月1日に廃駅となった。廃止時点で一面一線の単式ホームを有する地上駅であった。ホームは線路の西側に存在した仮上工場に羊を持つ無人駅となっていた。当駅が所在していた地名より、縁起のいい駅名であったことから、廃止直前の正月である1989年1月1日から、 管理駅の中トンベツ駅にて D 型貢献入場券を販売した。国鉄末期から続く演技切符ブームに便乗した形だが、開設以来最初で最後の入場券となった。当時の時刻表には記念切符情報として、また、鉄道市見市などでもニュースやコラムで紹介されている。広大な原野が広がっている。2011年時点では当駅の施設は何も残って、 おらず、付近に、バス停があるのみであった。広大な原野が広がっている。また2011年時点では、駅跡から中トン別方に行ったところに2連の鉄骨、ガーダー橋が残存していた。ことぶきかり情工場に関するカテゴリありがとうございます。